こんにちは、日向陽一です、それでは今回も、夫婦円満、夫婦関係修復、性生活の回復についてお話をしていきたいと思います。今回はですね、クライアントさんの、声というか、まあ、あのメール相談のクライアントさんに対して、まあ、返事という形で動画を撮っています。で、まあ、あの今1月ですけど、まあ、年末にこのようにくださってますね。来年も具体的には日向先生に教わったカウンセリングのアウトラインに沿って熟考を重ねていきたいと思っている。夫婦の問題はカウンセリングを受けると特にそうだが、常に自己を内省し続けることを要求される。表面的な付け焼き場は通用しない。だからこそ肩の力を抜きつつ、正直に自分をさらけ出し、見つめ直しながら自らの全存在をかけて真剣に妻の思いを理解しよう、愛そうと努力する。自分を全て与えるほどに使えるのだ、というふうにおっしゃっていて、まあ、本当にそのようにね、考えておられること、本当に素晴らしいことだと思います。まあ、苦しい、まあ、このクライアントの方はね、まあ、半年ぐらいお付き合いさせていただいて、まあ、それより前、まあ、約2年間ぐらいね、本当にすごい辛い状況で奥さんと生活している方ですけど、まあ、ここで書かれているように、おっしゃっているように、付け焼き刃は通用しないですよね。で、だから私自身は、なんか離婚回避マニュアルとか、なんかなんとかですぐセックスレス解消とかね、そういうものに対してはやっぱり非常に効果があるのかなとすごく疑問を持っています。まあ、カウンセリングのアウトラインとおっしゃったように、回復のためのプロセスというのは、まあ、私自身も自分の経験やさまざまなところで学んだものを5つのステップという形でカウンセリングの中でお話しさせていただいてますけど、でもそれも本当に自分の心と奥さんの心を、まあ、見つめていく、まあ、もしくは旦那さんの心を見つめていくという、なんて言うんでしょうね、こう苦しいプロセスなんですよね。そうなんです。だから苦しいプロセス、ここで書いてくださっているように、まあ、常に自己を内省し続けることを要求される。まあ、カウンセリングを受けると特にそうだなと。まあ、カウンセリングの中ではそういう自分自身の心とか奥さん旦那さんの心っていうのを見ていくわけなので、今まで考えたこともないような、実際の問題の裏にある、まあ、いろんな原因とか心の在り方というのを、まあ、見ていくわけですね。でそれは本当に苦しいプロセスで、でも本当にこうね、付け焼き刃ってこれ多分鍛冶屋の言葉だと思いますけど、本当に鍛え上げられた刀は持つわけですよね。だからこっちは、まあ、短期的っていうか、まあハウツーですよね。短期的に何とかしたいっていう、こっちが、まあ、中長期的な、別の言い方をすると、まあ永続的っていうふうに言ってもいいと思うんですけどね。でこれはまあ、よくカウンセリングね、いやビデオや動画でも、動画じゃないセミナーでもお話しするんですけど、これは、レンガの家、こっちは藁の家、
で、まあ、聖書の中にはこういう例え話があるんですね。まあ、イエス・キリストの三条の説教の最後のところで、まあ、イエス・キリストがおっしゃったことですけど、こんなふうにおっしゃったんですね。まあ、いろんなことをイエス・キリストが話されて、まあ、説教されて、その最後に結論としてというかまとめとしてこういうことをおっしゃってます。だから私のこれらの言葉を聞いて、それをマタイの福音書7章の24節からですね。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方。まあ、岩の上に家を建てるというのは苦労が多い苦しいプロセスなんですよね。でもそれは倒れない、永続するんですよね。そして簡単に建てる砂の上、まあ、岩の上の家と砂の家上の家にイエス様は、まあ、例え2つの家の例えをしているわけですけど、で砂の上は、まあ、簡単に立つわけですよね。まあ、岩の上だったら岩盤を削ってとか、またそこの岩の上に建物を固定するためにも穴を掘ったり固めたりっていうことが必要になってくるわけですよね。ですけれど雨が降っても倒れない。で砂の上は雨が降ると倒れてしまう。でどっちの家にも必ず嵐がやってくるんですよね。私たちの人生には必ず苦しみや試練やもう耐えられないと思うような苦しみというのがやってくるわけですよね。その時に確かな家に立っている、確かな土台の上に立っている家は倒れることがないんですね。で夫婦の危機に直面しているというのは、まあ、今までその砂の上に関係を築いてきたということなので、立て直す必要がある、岩の上に立て直す必要があるわけですね。ですので本当にそれは最初労を多くして、まあ、得るところの少ないように感じられるような、歩みだと思うんですけど、でここでもおっしゃってますね。来年も回復の進展は半年や年単位かもしれないが、日向先生に励まされ助言をいただきながら焦らず、絶え間ずこの方向で進んでいこうと思う。まあ、本当にその通りで時間がかかることなんですよね。だから、まあ、本当に投げ出したくなるので、カウンセリングという形、まあ、メール相談という形で、まあ、私が伴走させていただくという感じになります。ですけれど、付け焼き刃は通用しないということが分かっているだけでも、まあ、本当にそれだけでも大きなことだと思うんですね。で、まあ、そういう意味では砂の上に家を建てるのではなくて岩の上に建てていく、それは本当にレンガを一個一個積み上げていくような、その時はね、その時一つ一つはあんまり意味がないような、何もなんかあまり進んでいないように感じるわけですけれど、まあ、いつかはどんなことがあっても、まあ、三匹の子豚で藁の家をバーって吹き飛ばされちゃいますけど、レンガの家は、まあ、狼に入ってくることはできない、まあ、岩の上に建てた家は、まあ、洪水が押し寄せても倒れることがない、
そのような関係を築いていくことができるわけですね。ですので、本当にその苦しいところを、一緒に歩んでいくというか、それは、カウンセラーとしてはね、本当にクライアントの苦しんでいる姿を見るというのは辛いことですし、カウンセリングってなんでこんな苦しい仕事し自分がしてるんだろうって思いますけど、でもその後にね、必ず相手はどういう反応するかわからないですけれど、でもできることをやってきた、そして本当に自分はゆっくり遅かったけれど少しずつ進んできたんだっていう、その確信というかね、その喜びはあるんですよね。で、考えてみたら私たちの人生っていうのは、そういうなんか叶わない夢に向かって少しずつ歩んでいくっていうかね、で叶ったら嬉しいけれど、その叶わなくてもそこに向かって歩んできたっていうことにすごい尊い意味があるんじゃないかなというふうに思っています。ですので、こう書いてくださったことは、Y さんがこのように書いて、そのように思ってくださっているってことはすごくいいことだと思いますし、このように自分自身がね、あ、そうなんだ、自分はこうやって歩んでいくんだ、自分にはこれが必要なんだって自分自身に教えるっていうことが大切なわけですね。このように日記書いてくださって送ってくださってますけど、そういうことがとても大切になります。そして私がそれを見て、このように動画でお答えしてますけど、そういうやり取りの中で歩みが確かにされていくということがありますので、Y さんのために祈ってますし、またね、今年も一緒に、歩んでいきましょう。はい。そして夫婦関係修復のためにこれをご覧になっている動画を見てくださっている皆さんには本当に簡単なマニュアルとか簡単なハウツーはないんですよね。英語のことわざで Easy come, easy go っていうことわざがあります。簡単に来たものは簡単に去っていく。で、日本語だと悪戦身につかずとかって訳したりしますけど、なんかその Easy come, easy go ってすごい大事な、もうちょっとニュアンスが違うっていうか、簡単に手に入れたものは簡単に失う、でも本当に積み上げてきたものっていうのは本当に失うことがないので、簡単に失うことがないので、そのことをね、覚えていただければいいかなと思います。はい。この動画をご覧になっている方でまだ私の無料のメールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、YouTube の説明文の一番上のところにリンクがありますので、そこから申し込んでみてください。毎日夫婦関係に役立つ動画、夫婦円満、夫婦関係修復、そして性生活の回復に役立つ動画をメールでお届けしますので登録してみてください。また夫婦関係で本当に危機にあってお悩みの方はカウンセリングのサービスも、カウンセリングもさせていただいてますので、そちらも私のウェブサイトから確認してみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。